はい、2001年です。今回はですね、あの国際通りの裏側の道ですね、脇道を紹介していこうと思います。あの三重橋からね、歩いていくような感じで、あの国際通りまでっていうのをね、ちょっと紹介していきたいんですけど、まあ、やっぱ国際通りね、遊びに行くと思うんですよね、沖縄旅行来たらね。ただもう何回も行ってるよとかね、国際通りってかお土産買うだけだよっていう人たちいっぱいいると思うんですよね。あとはまあちょっとファッションのもの買ったりとかね、あると思うんですけど、今回はね、まあ、うちのアンチ目線で、あのこんなね、国際通りの脇道とか裏道ね、あのちょっと入ったところで電車の仕様っていうのをね、紹介していきますので、あの2倍ね楽しめますから、あの国際通りぜひね、あの参考にしてみて、ま、回ってみてほしいなと思います。で、今見えてたのが、あの三重橋って言ってね、モノレールが通ってる、まあ、モノレール駅の三重橋駅っていうところがあるんですけど、そこの下から今撮ってます。で、まあ、この動画ではね、このチャンネルではね、こんな風にちょっと散歩しながらね、あの沖縄の、まあ、琉球からの歴史だったりとか、どんな風な背景でこれができてるんだよとかね、あとは、まあ、僕もね、ずっとな、まあ、今36ですけど、ずっとね、あの沖縄にあのずっと生まれた時がいますし、親もね、この近辺たまたまですけど三重橋付近でね、生まれ育ってるっていうのもあってね、あのおじおばあもこっちに住んでたんでね、そういうちょっとした話だったりとか、その当時の話とかね、そういうのできたりとかして、あの、まあ、よりね、国際通りに来た時も楽しめるような、そんな動画作ってますんで、ちょっとね、あの散歩しながらなんでね、ずっとあの歩きながらなんで、まあ、雰囲気掴んでもらいながら、あ、ここはこんななんだなっていう感じでね、あの見てもらえればなと思います。はい、まあ今ね、歩いてきてますけど、ここね、まあ、あの国際通りからね、今から歩いてっても大体もう10分ぐらいでは着きます。ね、三重橋駅から今降りてくるところなんですけど、まあ、こういう広場になってるんですよ。で、まあ、まあ、降りたことある人は、まあ、あんまりね、まあ、いるかな、あのホテルも近いしね、いるとは思うんですけど、あのここ見逃しがちだと思うんですけど、今見えてますよね、あのここにね、石碑があるんですね。で、まあ、ちょっと区切られてるしね、まあ、ちょっと前まではこの柵もなかったんですけど、まあ、このね、石碑があるんですけど、これ結構ね、重要で、250年前ぐらいにね、建てられた石碑なんですよ。で、まあ、あの三重橋ってね、まあ、名前の通りでね、橋になってるんですけど、それがね、まあ、だいぶ琉球の時にね、あの海中道、まあ、海中道、川の海中道路だったんですけど、それを、まあ、あの川がちっちゃくなってきたんで、建て直しましたよっていうことをね、今この石碑に書かれてます。で、大体250年前ぐらいにね、これ、石碑建てられたって言われてるんですけど、ちょっとね、見てほしいんですけど、これ、ところどころ傷ついてますよね、まあ、穴っていうかね、これね、実はね、弾痕らしいんですよ。戦争中もね、建ってたんでね、まあ、銃が当たってからね、弾痕がね、それでね、傷がついてるっていう感じでね、その時も、まあ、ちゃんとね、戦時中もちゃんと、まあ、保管されてね、で、民間で保管されてたものを今はね、まあ、市だったりとか、県かな。がちゃんと保管してるっていう感じなんですけど、ただこんな風に、ね、置かれてるとね、まあなんか重要っぽくなさそうじゃないですか。だからね、落書きとか書かれてたりとかするらしくてね、まあ気をつけましょうね。終わったのね、なんか簡単にね考えてたんですけどね、これはまあだいぶね重要なものらしいんでね、ここはしっかりみんなでね持っていくっていう意味でも、落書きとかしないようにね、注意しいなと思います。で、今はね、車が通ってったところがあるんですけど、ここにね、川が流れてたみたいですね、うん。で、まあ、もう一個後ろにね、ガーブ川っていうのがあるんですけど、まあ、後からこれも説明しますけどね、ガーブ川っていうのがあってね、ここが、この今、左手の方は沖江通りって呼ばれる通りなんですけど、ここかも流れてる、今も下も流れてるみたいですけどね、ここが流れてるんですよね。で、この辺りはね、石碑とか多いので、まあ、それを見て回るのも面白いかなと思います。まあ、戦争中もね、残ってるものとかね、あとはまあ、こういう風にね、まあ、昔ね、琉球っていうのはね、実はね、これあんまりね、うちの家も知らないんですけどね、今ここ立ってる、まあ、場所あるじゃないですか、ここと反対側ね、まあ、波の上とか、あとロアジールがある西町とかね、ああいったところって浮島って言われてて、離れてたのは島だったんですよ。58号線とかね、海だったんですけど、それ全部埋め立てでね、一番最初に作った川あるじゃないですか、あれ川じゃなくて海だったんですよね。だから、まあ、川と海ね、で、それを埋め立てて、で、つなげたんですけど、昔までね、ここからね、那覇から、まあ、那覇ですね、と、泊まりってね、かりゆしの、ホテルがありますけど、あそことこからね、船で渡ってたみたいなんですね。で、ただ、ここは近いんで、1キロぐらいのね、
橋がかかってて、それの3つあったんですけど、それのうちの1つ真ん中のが三重橋って呼ばれてるね、が海中道路ですから、これが通ってると。でこれがどんどん狭くなってきたんでね、また改修工事しましたよってことなんですけど、でこの離れてたって、まあ、全然ね知られてないじゃないですか。だからそういうのもね、あの昔はね琉球はね、あの琉球時代はね、那覇はね、あの島で分かれてたんですよ、岸までね。であのまたあの国際通りの、ね、脇道にあるホテル の, あの浮島通りってのあるんですけど、これ全然関係なくてね、あのホテルの名前から取ったらしいんですけど、実際はねここは離れてたっていう、あの離れ小島だったということですね。で、まあ、今国際通りに向けてね歩いてるんですけど、この右側がね今純駆動になってるんですけど、ここ昔はねダイエーとかねスーパーだったんですね。デイジニューヤーってね、自分なんかがね小さい時もねやっぱよくダイエー行きました。ここら辺っていうのはすごい栄えててね、あのまあ、よく、まあ、地元の人たちも来るし、国際通りからも近いんでね、スーパーで、大型スーパーでね、すごい、みんな集まって賑わってたところですね、まあ、左手の方にはね、まあ、今はまあ飲み屋さんとかね、そういったところもあるんですけど、あの右側の方はあの国際通りのまあ裏手の方になって、左側の方っていうのはねどちらかというと、まあ、ホテルとかも建てて飲み屋街もあったりとかしてね、まあ、夜もね結構栄えてるので、ね、ぜひ行ってほしいなと思います。で今はまあ過ぎて横断歩道渡ってきた右手の方にも川が流れて、これガーブ川ですね、これもガーブ川で、この左の方のこのもう道路ありますよね、このちょうど道路の真下をね通ってるんですよ、まあ分かると思うんですけど、そうってことはですよ、あの国際通りもね横切ってるんですよね、海あの川がね、ガーブ川がずっと下通ってるんですよ。で、まあ違う動画でね、もっと細かくね、平和通りとか、あの辺の六つ橋通りとかね、あの辺紹介しますけど、六つ橋通りっていうね、あの平和通りの隣に、牧師公設市場あたりにあるんですけど、六つ橋って書かれてるみたいにね、あの橋が通ってたんですね。で、僕なんか、お母なんか、40年、50年ぐらい前までもね、そうなんですけど、このあっちが反対側っていうのはね、あの、海上店舗って言われててね、川が真ん中に通ってて、そこの、両側にねあの店舗があって、平和通りとか2階建てになってるんですよね、実はね。だからそこら辺も見てもらったらね、また楽しくあの見れると思うんで、違った側面でより2倍楽しめるようになってますんで、ぜひねその動画も見てみてください。これから出していきますんで、はい。でここ右側に歩いていくとニューパラダイス通りですね、ここはなんか僕なんかがね、まあ、学生の時っていうのはね結構まあおしゃれな街でね、まあファッションだって、まあ、高い洋服とかね売ってるような、まあ、ちょっと道あの通りでね、結構おしゃれな人たちが多かったですね、ここはね、まあ、今もそうですけど結構こだわりのある店だったりとかっていうのがあるところですね、まあ、今住宅も多いんでね、住んでる人も結構いると思うんですけど、でこの右手の方にね墓がいっぱいあってね、今この公園になるっていうので、ね、撤去作業してるみたいなんですけど、昔のね墓がね100基ぐらいあってね、100基以上あるって言ってね、すごいいっぱいあるんですけど、ここをね全部撤去して、でこの公園をね作るっていう計画があるみたいです。ここら辺、まあ、一番奥にまでね歩いて、今回は行かないんですけど、一番奥まで行くとねまた公園があるんですよ、またそことつなげるみたいですね、でまあここからねずっと歩いていって、国際通りの方に抜けていく、まあ、国際通りのね裏道になるところをね今から歩いていくんですけど、まあ、あんまりね観光に来たらここは歩かないですよね、僕なんか、まあ、地元の人たちもそんなに歩かない、まあ、車で行くんでねここで歩くっていうのはないんですけど、まあ、三重橋駅からねモノレール降りたらすぐねみんな国際通り行くと思うんですけど、今回はね、まあ、もしね次来た時はね、この今回の動画見た人はねこっちから行ってみてもいいと思います。ちょっとねデジ数字なんでねなかなか難しいですけどね、結構ね面白いですよ。じゃあねここからまた入っていくんですけどね、ここは結構まあこのお家のね裏手の方にもね大綱引きの石碑があったりとか、まあ墓がいっぱいあるんですけど、ここも今から行くところっていうのはね井戸になってるところです、まあ共同井戸になってて、昔からね井戸で使われてたっていう感じなんですけど、まあみんながね手合わせに来たりとかするようなところですね、はい。まあ牧師のね発祥になったっていう逸話もあるらしいんですけど、まあこれ諸説あるみたいなんでね、あんまりどうかなっていうところあるんですけど、ただまあこうすごい綺麗ななんかね神秘的なところなんですけど、ここにね、まあ、今見えてきましたけど、このしっかりねお供えするところがあって、まあ、沖縄のね線香っていうのはね細い縦長の
平べったいやつなんですけど、それを置くところがちゃんとあってね、この下の方が井戸になってます。まあちゃんと今も水出るみたいなんですけど、まあ、落ちたら大変なんでね、蓋されてるみたいで、ただまあ神聖な場所なんでね、いろんなね地域の人とかが旧暦の お祈りするとき、旧暦の1日15日はね、みんなでお祈りしに来たりとかするみたいですね。うん、すごい綺麗なところですよね。やっぱり昔やっぱ井戸がね重要だったので、みんな水が出るところでねお祈りしたりとかっていう感じ、まあ、沖縄の文化っていうのはやっぱ、まあ、こういうね旧暦の時にお祈りするっていう文化あるのでね、そこにこういう、まあ、ちゃんとした、まあ、仏壇じゃないですけど湯神のところをね作ってやって、で、まあ、ここね掃除地域の人がしてくれたりとか、あと近くのね玉泉堂を管理してる会社さんの社員の人たちが掃除したりしてるんです。でここからね抜けていく道があるんですよ。これなんかうちなっぽいっすよね、沖縄で平常細いね道が。これでもこれはね国際通りならではで、こんなこれはねちょっと道じゃないですけど、国際通りの裏手ってこういうとこいっぱいあるんですよ。まあ、僕なんか世代ぐらいだとね、まあ、20年前ぐらいのね中学生高校生の時はね、よく那覇に来たらねこんな数字側をね遊びに行って、ね、国際通りだけじゃなくてね数字ってね、まあ、よくね、まあ、悪いねお兄ちゃんたちにねいろいろやられてましたよ、こういうところでね。まあ、うちなんちならわかるかなと思います。でまあここから抜けていくんですけど、これ実際はね、まあ、右側に見えてるところ、まあ、国際通りの方にずっと向かっていくんですけど、結構ねまあこういう数字側っていうの裏道っていうのが結構あって、そこにまあお家もありますし、あとねまあ今から見えてくるんですけど亀甲墓かね、墓が結構あります。うん、やっぱりまあここのねまあ那覇のねこの国際通りの地域っていうのはやっぱり結構ねまあ、もちろん価値が高かったと思うので、そこにね亀甲墓があるっていうのはねすごいまあ敷居の高い人たち、位の高い人たちがいたんじゃないかなと思う。まあ、今でも私有地なんでね、誰が持ってるか分かんないですけどね。まあ、ちょっとここから見えると思うんですけど、ここら先の方にね国際通りがありますね。うん、すぐ手前お墓ですけど、やっぱまあお墓があって国際通りの裏手の駐車場、まあ、止めたことある人いるかなと思うんですね。お土産のお店のすぐ隣の数字側から入ってきてね止めれるんですけど、そこですね。はい、でまあここからね受け通りに抜けていく道があるんで、そこまで歩いていくんですけど、まあ、この左手の方に那覇大綱引きをね練習していた時の練習場があってね、そこに石碑が立ってるという感じでね、そこも見ることはできると思うんですけどね、今回はちょっとそのまま歩いていきます。はい、で左側のそこの左側のところにもね亀甲墓、大きい亀甲墓がいっぱいありますね。うん、まあここね一応今回撮ってるのがね7月なんで結構ね暑かったです。蚊も多かったんでね、まあまあでもまあそんなにね刺されるってほどで止まらなければね刺されるってことはないんでね、ちょっとねまあ実際のね歩けます、全然歩けますよ。うん、全然歩けるんでね歩いていってほしいと。まあこういうねお墓ですね、こういうお墓が結構何個かあってね。うん、で真ん中に何て言うんだろう、敷居 の石があったじゃないですか、ああいうのが立ってるところっていうのはね結構位の高い人たちのお墓ですけど、でここからすぐまっすぐ行くと沖江通りに抜けていくんですよね。で那覇のね国際通りの、まあ、楽しみ方って言うんですけど、魅力ってなかなかまだね全体まだみんなね伝わりきれてないなって僕も思ってて、那覇の国際通りってやっぱ歴史もありますし、僕なんかのね例えばお母とかおばあの時からね栄えてたっていう感じ、楽しい街だった、まあ、しかもどんどん変わっていってて歴史あるところなんですけど、国際通りだけにね目が行きがちだと思うんですけど、裏手の方がね実際結構面白かったりするんですよね。まあいろんな居酒屋さんとか飲み屋もいっぱいあるとかっていう楽しみもあるし、歴史もあるし、まあ、ここに住んでる人たちもいっぱいいる、地元の人たちもいっぱいいるっていうのは、ね、面白いところなんで、ぜひねちょっと今日のコースだったりとかでね、ちょっとまあ寄り道しながら10分ぐらいかけて歩いてみるっていうのもね全然違ったね、もう中国人がバッバンナイバーっていたようなね街並みとは全然違う感じのね、まあ、ザ・沖縄うちなんちの地元の人たちがいるっていう感じが、ね、見れるんでね面白いと思います。うん、で今ねここから上がっていってるじゃないですか、これ左側がねワンボッシュってある焼肉屋、まあ、うちなんちなら分かると思うんですけどいっぱいあるねチェーン展開されてるところなんですけど、ここちょっと盛り上がってるじゃないですか、
ね上がってますよね。でここのこの沖江通りっていうところにガーブ川が通ってるんですよ。下にね、下に通ってます。で今上がってきてて、これを塞いでるんですよね。塞いでるんですよ、道で塞いでて。で今見えてるところから歩いて直接歩いてきたらここなんですけど、この通りのね、そのまま川が流れてるんですよね。川が流れていて、一番この国際通りのところのこの睦橋通りにかかってるっていう感じなんですよ。だからあのここからね右の方に行ったらね、あの一番本通りのところからね右にねガーブ川が流れてるんですけど、ここも全部ねあの川が流れてたところなんです。だから右側にねちょっとよっあの下がってるじゃないですか。あの見ても分かりますよね、盛り上がってるじゃないですか。なんだかだからこれ蓋したからね、下の方がねあの店舗の方が下になってるっていう感じなんですね。川を蓋してるからね、そうなんですね。であの国際通りはまああの何回も来てる人たちだったら分かると思うんですけど、あの店舗をねかあのこのコンクリートのとこ変えてね、壊してから建て替えるっていうことをほとんどしてないんですよ。ずーっとね 4,50 年前からずっと一緒の建物っていう、まあ建築法とかでね今もうどんどん問題になって今から変わるかもしれないんですけど、あのずっと建てたまま内装だけ変えてるっていうところが多くてね、まあ、さっき見えたところサムズとかもね銀行だったって言われてるね、うん、それそのまま変えてるんですよ。中だけ変えてるっていう感じなんで、あの結構ねそれだけ見るだけ建築物見るだけでも楽しめる、違う見方してもね全然国際通り楽しめますからね。でこの今からあのこのドン・キホーテねのところ脇のところ歩いていくんですけど、まあうちの町だったら分かると思うんですけど、オーパですよね。今の人たちはみんなドン・キホーテって言ったらもうここって分かると思うんですけど、もう那覇のオーパって言ったらもう僕なんか時代、まあ10年前20年前ぐらいはもう那覇のオーパって言ったら、まあ、渋谷の109みたいな感じでね、もう象徴でした。国際通りの若い人たちもね、うん、まあオーパってあの洋服屋さんがねずっとあのビルこのドン・キホーテのビルにね 何階に4階5階6階何階ってね入ってたんですよ。でここでねみんなファッションの最先端でね買い物したりとかするんですけど、まあ一番上にねクラブがあって、ね、まあ僕これ僕なんか時代の時ですけど、まあ、クランベリアとかっていうのがあってね、まあここでねみんなね指で立ってましたよみんな。であのクランベリーに入れない下にいてねなんですけど、まあこれ見てる人でねクランベリーわかるっつったらね、まあ大体足場ですよ。足場の人たちはみんなこっち来ててね遊んでましたからね。まあそういうね僕なんかの時は結構ねまあ居酒屋とか飲み屋っていうよりも、まあ、どっちかっていうとクラブのがね流行ってたんで、そこのまあ象徴もオーパでしたね、うん。まあ、今はもう東京大手になってね、かなりまあ、あの観光客の方々がいっぱい入ってくるようなね、中国の方々もそうですけど入ってくるようになってましたけど、ちょっと前まではね全然僕なんかがいる時はもうこんなにお土産屋さんがあるっていうよりどちらかっていうとゲームセンターとかね、あのビリヤード場とかねそういうものがいっぱいあって、まあお土産屋さんもちょくちょくあったんですけど、洋服屋さんねジーンズ屋さんとかそういうのがいっぱいあったっていう感じでしたね。じゃあ最後にちょっとねここから抜けていこうかなと思うんですけど、ここからね抜けていくとねあのドン・キホーテの裏側に抜けていけます、うん。まああんまりねまあ通らないとは思うんですけど、ここもね数字側になってて間なんですけどね抜けていけるようになってます。あのすぐねちょっと抜けるとねやっぱこういう風にねまあ人ど、まあ、裏の方から入ってこれるようになってるんですけど、まあ、平和通りとか睦橋通りのねところから抜けてこれるようになってるんですね。で、まあ、ここだいぶ遅いですよね。まあ人一人ぐらいしか歩けないんですけど、うん、あのまあこういうところねでも実際結構あるんですよ、うん。まあ、あの僕なんかがね中学高校の時に遊びに来た時もねこういうところ結構通ってね遊んでましたよ。僕、まあ、迷路みたいになってるんでね、うん、裏側に抜ける道はこういうところを通ったりとかねしてました。で今でもこういうね赤瓦のお家がねまだ残ってたりとか裏手にはするんでね、昔ながらのお家っていうのもね残ってますんで、やっぱ国際通りってね実際あのまあ琉球の時からのものは確かにさすがにあんま残ってないですけど、やっぱりあの、まあ、4,50 年前ぐらいの時から建て壊しとかってなかなかできないんで結構残ってるんですよね、うん。まあ、裏手になったらこういう風になって、まあ、赤瓦のお家が残ってたりとか、このまあドン・キホーテもねすごい大きいじゃないですか。あのこれも有名な建築家の人が作ったって言われてて、まあ、その人の、ね、コレクションで何とか入ってないっていう感じらしいんですけど、実際その人が作ったらしいです。なんかいろいろあったんでしょうね、うん。まあ、あの表参道ヒルズとか作った人らしいんですけどね、その人が作ったという
ビルですね。まあ、私からしてやっぱオーパーですよ、オーパー。オーパーだった時が一番、まあ、あの前線でね、すごいもう象徴でしたもんですね。で、まあ、さっきあったような赤瓦のお家っていうのが、まあ、沖縄多いんですけど、こういうね、あの、まあ、ちょっと黒瓦っていうのかな、あの瓦のところと赤瓦があって、あの赤瓦の方がね、あの熱をねちゃんと、あの雨降ったら吸収してくれてね、涼しいらしいんですよね。だから赤瓦だったっていうね、うん、だからうちの沖縄がなんで赤い瓦使ってるかっていうのはね、ただ見た目だけじゃなくてもちゃんと機能性もあったよっていうのが、ね、ちょっと面白いですね。で、あのまあここが通っていくと平和通りになります、裏手ですね。まあ、ちょっとここで飲んだりとかしたこともある人 いるんじゃないかなと思いますね。で、ここすぐ左側にね、有名なねポーク卵のお店、あの空港、那覇空港にもねある店舗のお店ですね、があるんですよ。ここにも那覇店ね、うん、あるんですね。もうあの元牧師公設市場ですね、ここまっすぐ行ったらね。で、左側に行くとあのポーク卵のお店があります。ここ多分並んだ、もうデイジいっぱい並んでるから、あの今はねコロナ時期なんで並んでないんですけど、デイジいっぱい並んでてね、ポーク卵のお店見たことあると思うんですけど、これがあるところですね。そこのもう裏手です。はい、で、まあ、今回ね、ここから抜けていくんですけど、まあ、あの別の動画ではね、平和通りとか睦弥橋通りとか、その辺をちょっとこんな風に、まあ、歴史とか交えながらね、風景とか解説してる動画を今後出そうと思ってます。で、まあ、首里城だったりとかね、そういったところも出していこうと思ってるので、まあ、ちょっとね、みんな散歩しながらね、歴史だったりとか、あと、まあ、ワッター時代のね、ちょっとの背景だったりとか、どんなだったよとかっていうのをね、ながら、まあ、せっかくだったら国際通り来た時もね、ただ買い物するっていうだけじゃなくて、ちょっと散歩しながらこれ見てもらえばね、2倍3倍より楽しめると思いますので、ぜひね、参考にしてみてほしいなと思います。はい、じゃあ今回は以上になります。